ご報告。現在自分は入院中ですが、何事もなければ10月11日に退院できる予定です。退院する際には YouTube、X、Q、Twitter にてご報告いたします。実は今回皆さんにご意見をいただきたく動画をアップいたしました。その内容は、スイッチを今買うべきだと思いますか、退院後はゲーム実況配信もやりたいと思っています、スイッチ有機 EL モデルを買おうと思っていますが、リーク情報ではあるものの、は YouTube 等で次世代機に関する動画が数多く散見されます。公式からも今期中に世代機に関する情報を発信するとありました。正規な情報が出るまで待った方がいいですかね。必要な機材、キャプチャーボード買っちゃったんですよね。よければ皆さんのご意見をコメントにてお聞かせいただけますと幸いです。どうかよろしくお願いします。